教えに。アーメン。
贖いを成し遂げられたのです。なぜならもし親木と子牛の血また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて彼らを聖なる者としその身を清めるならばまして永遠の霊によってご自身を傷のない者として神に捧げられたキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約のもとで犯された罪の贖いとしてキリストが死んでくださったので召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために置かれません。神の御言葉。
使いてですね、私たちに与えてくださった、まあ、その原点にも、立ち戻らなければいけない課題なんではないかなというふうに思います。
させるとき、滅びゆく私たちの体をご自分の栄光の体に変えてくださいます。また亡くなった私たちの兄弟姉妹、身旨に従って生活し、今はこの世を去ったすべての人をあなたの国に受け入れてください。私たちもいつかその国で、いつまでも共にあなたの栄光に預かり、喜びに満たされますように。その時あなたは私たちの目から涙をすべて拭い去り、私たちは神であるあなたをありのままに見て、永遠にあなたにいるものとなり、終わりなくあなたを讃えることができるのです。私たちの主イエス・キリストを通して、あなたはすべての良いものを世にお与えになります。Yeah.
生体が祝福され賛美されますように。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪を許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。聖体が祝福され賛美されますように。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪を許しください。私たちの人を許します。私たちを誘惑に陥らず悪からお救いください。アレルヤ、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。聖体が祝福され賛美されますように。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪を許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。聖体が祝福され賛美されますように。主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。イエスは答えになった。彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私を使わしになった方の御心を行うためである。私を使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることである。私がその人を終わりの日に復活させることだからである。主の御言葉。主に従い賛美。どうぞ。
を告げ知らせることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、はい、それでは礼拝を